年金アドバイザーワンンンポイイトレッスン年金アドバイザー産級試験に向いているのはそこのあなただ今回のワンポイントレッスンは年金アドバイザー産級試験にね向いている方がどなたなのかっていうところになるんですけどもうはっきり申し上げて社労士の受験生のそこのあなたです。 そこのあなたですね、えー、そこの、えー、あなたですあのしつこいって言われそうですけどね、えー、皆さんですっていう感じなんですけどあの社労士の受験される方まあ僕は社労士の受験講座してるんでよく,よくわかるんですけどあのまあ簡単な試験じゃないですよね。で時間のやりくり相当苦労しながら。 えー、もう本当に学習時間を捻出しながらお仕事しながらの方とかはね、えー、ご苦労しながら、えー、受験勉強をされてますで、えー、こうボリュームも結構あるしもうギリギリの中で頑張ってらっしゃる方多いんで、えー、年金アドバイザーえー、でって言ってもいやもう,もうしあの勘弁してください、えー、しんどいですってななんか言われちゃうこと多いんですよね。 えー、悲しいんですけどね。これ、あのー、でも、無理していただくと、結局、最後に楽になると思うんです。正直、というのは、あのー、最近の社労士試験の、えー、傾向が、えー、事例系の問題がすごく多いんですね。なんか、これでもか、これでもか、これでもかっていうぐらい、えー、事例、事例の要素の問題出るんです。 社労士の受験講座で基本的なところをインプットしてもあの事例だけをこう時間かけて勉強するっていうことがなかなかそういう機会が持てないもんですから、えー、皆さんの努力にすがるしかないみたいなところあるんですけど何分あの事例のところを慣れる勉強っていうのがなかなかやりにくい勉強なんですね。 そのあたりがね、こう講座を受けていただいて、まあそのネアド試験の受験をされて、で講座を受けていただければ、まあ、僕の方でまた講座の方もやりますのでね、年金アドバイザーの3級の講座を受けていただければ、事例の対策がま万全になるんです。で、社労士受験とすごく互換性というか、えー、重複する要素があるというか、まあ、互換性が互換性が あると言えまますすし重複する部分がありば何よりもその一体いくらやねん何歩やねんっていうその年金の本質あの金額から年輪戸の勉強ってアプローチしますからそこは分かるとなんかものすごくこう距離が縮まるというか知識が吸収されやすくなるというか社労士の勉強にあたって もうプラスになる要素しか見当たらないんですねでこうお時間の捻出がまあ大変というのは確かにそれはね、えー、そういう部分もあると思うんだけども結局どっかで年金の勉強で相当手こ入れをしないと、えー、間に合わないって話になるわけですからだったら、えー、無理しましょうよと。えー、年金アドバイザーのべ勉強で年金の手こ入れを早い段階で、えー、完了してしまうと 後々絶対だまあくるともあの、まあ、10月のね、えー、検定はもう3級のみの検定ですし講座の設定もそうだしね3級、えー、受けていただくには、まあ、10月3月とありますけど10月に受けれる環境のある人はもう10月にぜひ受けていただいてで10月に10月の段階で年金の知識を一通り 入れ込んでもその後こうね時間が進んでいって社ロシの講座とかで年金の勉強をするタイミングではもう1本も2本もライバルよりも先に行ってる状態からのスタートなんでもう吸収度合い分かり方がもう全然違うと思うんですね。 だからあの一時集中して頑張っていただければ十分合格もできるし自信もつけていただけるんでね「あの試験難しいんちゃうの!」とか何か言われる可能性あるんですけどもあの、まあ、検定試験ですしむちゃむちゃ簡単とは言いませんけどもあの普通にに努力した分が点数に現れる試験なんですねで素直な、えー、問題が基本的には多いですから。 え、普通に、あの、事例の解き方だとか、講座でやりますからね。それしっかりやっていただければ、結果もちゃんと、あ、手に入る。で、点数取れると、ね、こうより意欲も湧くし、自信もつきますので、ま、そういう面でね、あの、社労士やる人には特に受けていただきたいなっていうのはあります。だって、ね、社労士の試験で年金。 何問でるか知ってますでしょ70問中卓越70問中社労士試験でね卓越試験70問あるんですけどそのうち20問年金ですからね国民年金が10問で厚生年金が10問でしょだから20問中本当に年賀度を受けられて年金得意になっていただければ。 20問中例えば16171818、まあ、ぐらいまでねこう力ついたら取れることもあると思います。20問中18点で9割も取れたりするとね、えー、残りの70問中20問除くとあと50問ある,あるじゃないですか。で50問中で6割程度取れればねシャロシの合格ラインが。 えまあ平成二十九年で四十五とかのラインですから、そのあたりを十分あの超えてくる計算になりますからね。あの年金が得意になるとすごく社労士試験の得点の得点がそこ安定する、安定的に得点できるんですよね。ぶれなくなりますので、まあやってほしいですね。あの本当ね社労士受けてる人 受験される方には、えー、全員受けてほしいなというように本当に思,思ってるんですよね。あのプラスになる要素しかなくて年金得意になってもらって、で特に年金面白いあ好きやなって思っていただけたら自然に基本書を開くようになりますからね。絶対おすすめなんですよね。あのまあシャロシの受験生の方はもう特におすすめなんでね。こういう形でお話しさせてもらったんですけども、まあ、あと こう全くゼロベースで何となく関心持たれてやってみようかっていう方ももう本当ウェルカムですよ本当にね。えーまあ、のもういいと時12か月集中でガリガリやっていただければ十分あの合格にたどり着けますし何となく関心持って年金のことを知りたいなっていう。 感じで入ってきてきももらう,もう全然、OK、ですよねでやってみたら意外に点数取れるとか面白いとかなってくれればねこれまたあの後日いや今度は2級やってみようとか2級試験ねチャレンジしてみようって思われるかもしれないしいっそう社老師の勉強頑張ろうかって思われるかもしれないしいろいろ方向性がまた広がると思うんでね。 えまああの金融機関とか行政機関でね年金の知識が今必要であるっていう方もねもうそこでえ現場で役立つう年金の知識をね注入できますしねあの非常にあの産業試験って間口が広い資格でえど,なたにどなたも入ってこれる試験だと思ってるんでねまああのなんとなくああやってみようって思った時にやってほしいしえ社労士の受験生のそこの ねえーえーえー、くどいって言われますけどそ,そこのあなたあなたあなたねもう、あのー、あれですよ、まま、迷ってる時間もったいないもう是非、えー、講座受けてほしいし念願の試験受けてほしいしね、えー、講座で鍛えてほしいしね、まあ、鍛えるっていうかそ,そんな、あのー、僕スパルタじゃないからねあのむあのものすごくあのソフトタッチで分かりやすく講義させてもらいますのでね。 えまあのなんか講座を受けていただいてる時はもうとにかくもう自由な気持ちでいてほしいっていうか一時解放え解放したいというかまあ大それた話じゃないんですけどなんか楽しいな,なんか聞いてて気が付いたら「あこぎあもうあもうこぎ終わり」みたいな感じで「あなんか今日も一日一日というかねもう今日講義聞いてあだいたい今日も」 知識増えてあ楽しかったなみたいな感じでこうやるつもりなんでね、まあ、楽しく講義もさせていただきたいいただきますんでね今回のワンポイントレッスンはこれで終了いたします。